高広と三輪優輝フェザー級の一戦です。昨日の計量で三輪が体重超過ということでファイトマネー 30% 没収、そして減点2からスタートするこの試合です。またグローブハンデ、高広の方は8オンス、三輪は10オンスのグローブをつけてのこの試合です。こちらが高広、青コーナー三輪は頭を丸坊主にしてこの試合に臨みます。さて石川さん、はい、まあ、容赦早動きしてのこの試合ということで非常に気合は入っているでしょうね。そうですね、このね試合のこの計量ミスっていうのをね、覆してくれるにはもう試合で結果出すしかないですからね、はい、あのこの高広選手にとってはもう勝つしかないんですよ。っていうのは計量失敗した相手に負けたらね、やっぱ相手の方が体重重かったからだよねってなっちゃいますし、ね、それを言い訳にされても嫌ですしね、周りから、はい、もちろんそんな実際ないと思うんですけどね。まずは蹴りを払っていきました。もう何お前蹴りを失敗してんだよと言わんばかりのこの高広の蹴り、先制のキックです。逆に三輪選手もね勝つしかないですからね。そうですよね、蹴りを失敗しておいて負けたって言ったらねもう大変なことになりますからね、その思いを丸坊主に込めてきました。青のグローブが三輪、そして赤のグローブ高井です。ここは圧力がある三輪優輝、武井選手、この三輪は非常にパンチローキックいいですよね。そうですね、やっぱパワーありますね、はい、高広選手も、対角線の技がうまいんでやっぱそういう選手は強いですね。あ、ローキックと今度は左にフックとか、はい、そうですね、対角線の攻撃、それを見せてくるか高広です。圧力をかけるのは三輪、やはり高広選手はね、あのムエタイ系のベルトを持ってるだけあって、蹴りがむちゃくちゃうまいんですよね。今のローキックも、パンチに合わせて下がりながらミドルキックが芸術的です。はあ、そのあたりも注目していきたいところです。圧力をかける、まあ、土屋さん、先ほどもミラサクレックの選手はいましたけれども、そうですね、こういういろんなスタイルの選手が出てくるっていうのもまた K-1 クラッシュファイト魅力ですね。いや、そうですね、面白いですね。やっぱ高広選手も、西川口なんで応援したいと思います。そうですね、はい、この地元埼玉の近くということで、はい、対する三輪の方はこちらは、キックルールの対応に、またボクシングも経験がある三輪優輝です。空手ベースの選手、ムエタイベースの選手、まあ、先ほど日本拳法がベースにある萩原も出てきました。いろいろなスタイルがこの K-1 クラッシュファイトの中で拳を交えます。ただその中で求められるのは壊し、相手を打ち砕く、それを見せていけるでしょうか。左フックから今度はローキックです。今のが武井選手対角線の攻撃ですね。そうですね、やっぱああいう技はうまいですね、はい、例えば今の左フックからローキックのような対角線の攻撃っていうのは相手、ああ右のフック、ダウンを奪ったのは高井の前に出ていったところ、カウンター気味に捉えました。三輪のダメージどうか。いや、今のうまいです。狙わずに反応して出たパンチですからね、あれがああいうタイミング。これはダメだ、ダメだ、ダメだ。高広衝撃のノックアウト。貫禄だな。いや、土田さんどうですか。いや、貫禄ですね、すごいですね。もう見事なカウンターを入れていったという形でしたね、石川さん。そうですね、いや、やっぱ厳しい形しますけど、やっぱり高井戸選手がこういう風に勝ってよかったです、この試合は、はい、うん、高井戸選手にとっても、三輪選手にとっても、ね、リングに立った以上はね、どっちも勝つべきなんです、勝つために上がってるんですけど、こうなってよかったんじゃないかなって僕は思いました。やっぱりそれはベストコンディションで試合に臨むべきで、そうですね、これやはりプロである以上は、はい、何百グラムだったらまだしも2キロとかっていうオーバーだったので、はい、ちょっとね、それはいろいろ考えるべきことがあるんじゃないかなと思いましたね、はい、いや、武井選手、今高広のパンチうまかったですね。うまいですね、はい、お、マイクを持ちました。今日は本当に応援ありがとうございました。そうですね、今回こういう形で、まあ、三輪選手計量オーバーということで、そうですね、まあ、僕も本当に一回その倒れたこともあったし、まあ、相手の気持ちも分かるし、でもさすがに 1.9 キロっていうのはちょっと考えたんですけど、でもこうやって平日なのに仕事早く終わらせてきてくれたり、休んできてくれる人もいるんで、
なんとか出ることができました。これも皆さんのおかげです、とりあえず宮選手本当体をきついと思うんで、とりあえずゆっくり休んでまたどっかでまたやれたらいいと思います。僕はこの次見てるんで、次もう復活して、次強い相手とやらせてください。お願いします。どんどん強い相手とやらせてください。ありがとうございました。第4試合勝利したのは高弘。三輪の体重超過は 1.9 キロと最初はこの試合を受けるかどうかも考えたというところでしたが、それを受けて見事なノックアウト勝利を飾りました。そうですね、かっこいいですね、プロですね、そしてこのフェザー級のチャンピオンにはパワーオブドリームの江川優輝がいます。そこまで狙ってくるでしょうか。高弘見事な KO 勝利。よかったよ。